スプラ界隈のワードセンス、イニシエのワードサーフェン。1つ目、ガンダムオンライン。これはスプラ2の初期、武器の種類が少なく、なおかつジェットパックが強すぎてみんな使ったことから発生した名称。その後まさかの攻撃範囲、塗り、自身の当たり判定、ほぼ全てに弱体化が入り、今度は空飛ぶカンオケとか呼ばれてました。2つ目、リッターは。スプラ初代のリッターはサブがクイックボム、スペシャルがスーパーセンサーでした。最初期の初代はクイックボムのインク消費量が 25%、 そしてスーパーセンサーは一瞬でインクタンクを満タンにできるので、リッターに近づくとクイボが8個飛んでくるという。当時は攻撃力アップギアがあって爆風で40ダメージとか食らいました。そしてリッターは遠距離が強い代わりに近距離が強いクイボランプというパワーワードが生まれました。3つ目、ココア神拳。初代スプラ界隈に突如現れたココアというラフプレイヤーが元ネタ、とりあえず見てほしい。やばすぎ。キブソー X 対ロロイトがお送りしました。